はっきり言って悪いけどさ、今夜も暇ね。今夜も暇ね。っていうかさ、はっきり言って悪いんだけど、もう店畳んでさ、あんた実家帰ったら？あら、何その言い方、失礼しちゃう。いや、あなたのためを持って言ってるのよ。余計なお世話じゃない？それに実家だったら毎日帰ってるし。あんた実家暮らしなの？そうよ、生まれてこの方実家を出たことないのが自慢よ。両親は？ご健在、家族さんに仲良く暮らしてるわ。パパはハニーのその感じについてなんて言ってるの？もう普通よ、全然大丈夫。だってパパもお姉だから。いやいや、はっきり言って悪いけどさ、あんたオープニングで親には言ってないって言ってたでしょ。あ、バレた。はっきり言って悪いけどさ、だいたいね、こういうキャラを描く時のアニメの設定ってなぜかああいう目が細いとか、うん、嫌味みたいな顔してるのがほとんどなのよ。そうね、確かに嫌味みたいな顔してたわね。みんなああいう意地悪なキャラクターってああよね。もうだいたい意地悪な変なやつのキャラクターっていうのは嫌味とか。あ、ドラえもんで言うと誰？あ、スネオ。あ、スネオ。スネオみたいな顔になっちゃうわけね。固定観念あるわよね。はっきり言って悪いけど、これがね、菅田将暉みたいなキャラだったらそれはそれでありになっちゃうわけ。あ、そうね、私も許しちゃうわ。ああいうイケメンがこういうことやっても誰も引かないわけ。そうね、結局顔だもんね。だけどさ、はっきりと悪いけど相変わらず暇ね。暇ね。でも大丈夫、今日もあれ見よ。何？もう忘れたの？平田くんよ。しゃくれ眼鏡。またひどいこと言って。平田くん、今日は JST フェアってとこ行ったらしいのよ。何 JST フェアって？もううるさい、いいから見て。はっきり言って悪いけどさ、あの最後の蛇の動き嫌いじゃないわ。あれよかったね。でしょ。でもね、一つだけ不満があるんですけど。また不満？何？あの途中出てきた女、あれ誰？あれ、あ、夏目ちゃん。あの女誰よ？あれ、しゃくれ眼鏡とどういう関係あんの？あれ、もうしゃくれ眼鏡は余計だけど、一緒にビッグサイトに行ってる友達みたいよ。本当に友達？あれ、しゃくれ眼鏡のこと狙ってんじゃないの？あれ、あら、それは面白そうね。でもそれはないんじゃないかな。いや、あの手の顔はなかなかしたたかな女よ。あれ、しゃくれ眼鏡みたいなね、純粋な男を手玉に取って遊ぶ女なんだよ、ああいう顔は。またそうやって若い二人の恋が盛り上がったら面白いじゃない。どうでもいい。いや、はっきり言って悪いけどさ、ああいう女いるわよね。あの酔っかかってさ、好きなことしてる女ね。自分のことしか見えてないのよね。本当にあの茎わかめ食ったりさ、それでおにぎり食べたりさ、本当迷惑だわ、ああいう女。あれはね、周りの人からしたらたまったもんじゃないわね。だけどさ、はっきり言って悪いけど、私たちって満員電車乗らないわよね。あら、実は私は乗るの。なんで乗んの？だって満員電車乗ったら若い子たちの体が当たったりしてちょっと楽しいの。
どうでもいい。